来た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 、よしよし、でかい、慎重に上げろ、慎重に上げろ、本当慎重に上げろ、お前バラすな、俺こっちから持って引き取ってバラすな、画面入らない、でかい、うわでかいの来た、一発来た、上がってこんもん、でかいやろ、分かるやろ、おおおいおいおい、バラすな絶対に、お前めちゃめちゃでかい、木に絡んじゃった、やばいやばいやばい、潜られた、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、おお、でかい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 、でかいぞ、おお、よしよし、これはでかい、おおしょしょ、これはでかい、でかい、かからんこれは、バラすなお前、バラすなよ、よっしゃ、よし、やったなお前、やった、まあまあのサイズやな、そうでもないかなお前、よしよしよし、ついに来たなお前、色が違うな今日、赤いぞこいつ、なんかしたんけど応用してる、応用してるだろ、うん、そう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 、どう、うわでかいぞお前、なんだお前ボンバージグ、よっしゃ、でっかい、よっしゃ、はい、おはようございます、2日目ですね、さあやっていきましょう、今日いろいろ昨日ね会議して、作戦会議して絶対釣ってやるということで、どんな感じで攻めるか、ディープだね今日は、ディープクランク、ディープ、いやディープ、そこそこをね、ディープモエビ、そこを、ラバージグでネチネチと、ラバージグだよ、今日はちょっと目標50にしてるから、うん、正直釣れるまで帰れないんで、ラバージグだよ、うん、釣り切る、もし釣れなかったらそのまま夜になっておかっぱりからも50が釣れるまでやる、いいね、うん、絶対釣らないといけない、やるよ、シャレなんないといけないと、50絶対釣るよ、釣るぞ、大地何にしよう、みんな何がいい、何がいいかな、これで釣ろうかな、懐かしのこれで、魚探を見てください、水温が17度、 9.6m、 これベイトかな、そこにおるな、やっぱりここそこにおる、そこにおる、でかいの 9.6m のとこにベイト映ってるって、なんか出なきゃな、いたいたい、おる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 、入ってる入ってる、あのトップでも出るみたいなんですけど、そこでじわった方が数は出るってことなんで、ちょっとディープクランク、うん、ディープワーム、そこをちょっとねエビをイメージして種に攻めていってます、今日は絶対取るよマジで、2日目なんでね、何投げるお前、ラバージブ、ラバージブに何つけたん、本当はつけたやつなかった、それハイドアップのやつだな、ハイドアップじゃねえや、それはあれだ、ボトムアップだそれ、多分のエビ系のハリーシュリンプだろそれかな、今年出たハリーシュリンプだよ、うん、それだ、多分やばいぞあのルアーも、ハリーも見とけや、はあ、いきなり1投目から釣ったよ、本当か釣れるかな、とりあえず反応ないけど今んとこ、はい、ちょっと穴の中いるかどうかね確認していきましょう、この芋をあそこに入れていく、穴打ち、はい入った入った、今穴の中入ったね、これで落としていけばね、ゴツーンって穴の中いるんですよ、いるんですよ穴の中、来ないか来ないか、穴の中、食ったこれ、あ食ったっぽい、クタ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 、え目がかりと食ってないかな、あなんだこれ、なんかもう中に勇気を持って、ボイルするボイルボイルするボイル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 やるぞ、ボイボイル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 、投げな投げな投げな、投げな、早くエビ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 投げな、エビ投げな、
るもいる、まあ、小バスだな、25センチの小バスがワカサギかなんか分かんないけどミノを追ってた、小魚を。出るぞ。え、取ってよ取ってよ取ってよ、やるぞ、ほんと釣ってよ。食った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 。おい、釣れたんか。釣れた。ナイス。カメラ。いや、ってるいや、おいやいや、ってる。食った食った。おー、ナイスバス、ナイスバス、ナイスバス。抜いちゃっていいかな、こいつだ。いいよ、よっしゃ。ナイスバス。おるね、ナイスバス。おるね。さっき小屋食ってきて。リザーバー30、リザーバー芋しかないって。だから芋だな、芋の微振動、要するにそこまで落として微振動、微振動電動マッサージ、そのね、ふわふわ落とすのもいいよ、だけど芋の微振動ほど強いないよ。芋だな、芋だよ。よっと。あとね、ここのバスのいいのはね、太ってるわ。なんかめちゃめちゃ骨格が良くない。うん、いいバスだな。もう脂肪分たっぷりって、ワカサギっていうか小魚が多くて、ほら、やっとやっとやったな、お前。ボーボーで。おお。やっと。また食った。連発。やっぱりやっぱイボだ。芋ちっちゃい、ちっちゃいや、そんなにでかない。よーしゃよーしゃよーしゃ、うーわー、いいじゃん。よっしゃ、芋の微振動に勝てる。うわ、つらつら小バス20センチだけど、芋の微振動だとね、もう見破れないんだよね、さかなクンが。電球ちたいなっちゃったね。はい、今釣った方法なんですけど、電動マッサージ調法って言って、私がね編み出したワームの利点を最大限に使う動かし方、電動マッサージ調法って言います。要するにまず投げて、ここ8メーターあるんで、そこまで落としますよね。でそこまで落とした後に、右手と左手を使って極細のこういう風にこうあったら、手をですね、普通はふわーポンふわー、それでもよく釣れるんですけど、それでも食わないスプーキーなバス、今みたいに寒くなってきた時、その時はやはり手首を柔らかくして、要するに今みたいな、こういうイメージとしてはこう持って、できるだけ微振動させる、ブーンブーンブーンみたいな。でこれもリール巻いていますから、これここ今巻いてるとこなの、これ微振動 でこの振動ができるだけ細かい、超極細の微振動を与えることによって、スプーキーのバスが簡単に口使ってくるんですよね。菊池さん聞いてる、うん、え、釣れるやろ、うん、電動マッサージ情報釣れるの、おお来た来た来たの、来た来た、シャットで来た。うおー、シャット、お、お、今見た、なになに、バスにこいつに食いついてきた、ハスか。あ、これ待て待て待て、ちょっとこっち見て、ハスハス、え、何だこいつ、要するにこっち見て、こっち見せて、これはもともと琵琶湖にしかいなかったの、それを放流とかなんとかで、これハスだよ、ハスなのこれ、うん、ハスハス、だからこれ琵琶湖の前に釣れたな、これ琵琶湖にしかいなかったのが、今放流とかアユとかで、うん、日本中にハスがいるということだと思います。そうなんだ、ググってみてください、これハスくん、シャッド、今見た、こいつにまた食いついてきた、でかいのそれ、いや、こいつに同じやつ食いついてきたやつ、でかいのか、いや小さいの
本当、本当結構いいですよ、ボート、うん、これボート乗るとこれエレキ線っていうのかな、これね正直病みつきになるかも。好きなところをこの地形変化をここで見ながら好きなところを好きに攻めるから、一回乗るとこれ病みつきになるかもしれない。どう？まだまだやな、今日は。まだまだか。まだまだやな。何やってんの今？今とりあえず何もカットテール投げてみたけど。カットテールで、うん、出ないかな一発。あこのクイーンとこでかいのいるよね、あれいる、いあそこおるよね。あそこおる、あそこおる、お出るよね、あっこ。ちょっとあこのクイーンとこまで行こうよ。あそこのクイーン、でかいの来た、でかいの来た。ちょっとちょっと釣れた、釣れた。持ったのかも。ちょっと待って待って待って、ちょっとカメラ壊れた。でかいでかいでかい、でもつくのカメラ壊れて、もっともっともっと、うん、ボケてる。ちょっと絡んだ絡んだ、でかいの絡んだ。ごめん、嘘やけど、でかくないけど、そこそこのサイズ、そこそこのサイズ食ってる今。でかいんか、でかいって、潜ってる潜ってる、ちょっと潜ってる、そこそこのサイズ。おお、でかいでかいでかい。よし、そこそこの、あーじゃあ、よし、よし、いいじゃん、いいじゃん。カメラ壊れた、倒れて、でかいの食った。ちょっとぼやけちゃって、カメラ倒れて壊れちゃった。でかわすくれとつれとる。でかいの。でかいじゃんお前それ。30センチ。30の魚釣れちゃった。30の魚が。でかいよこれ。でかいな。でかいんだよ。でかいけどカメラが壊れてお前ボケで。これちょっとボケてると思うんだけど、カメラがぶっ倒れて。これ治るか？え、知らん、勝手に釣れとったんだ、投げたら。食っとったん勝手に。よかったよかった。カメラ治った。ドーン、ズドーン、結構いいサイズじゃんそれ。ズドーンよ、ほう、の日だな今日。これズドーン、なんかいいよな、個体がねこれね。腹も30アップ、30センチジャストぐらいな。30なのにいい感じ。ああ、30センチのブラックバスでいい感じ。やった。ちょっとこカメラの扱い気をつけろ、カメラぶっ壊れるわしまいに。菊池さんどう？釣れんな俺は。魚、菊池さんどうって魚ってバスってどういうもの？バス？うん。バスってどういう生き物？バス。変な生き物だな。どういう？バスは変な生き物。なんで？バスってな。かなり変な生き物だよ。うん。なんで変なんだよ。なんで変なんだよ。変な生き物なんだよ。なんでなんだよ。何言ってんの？でもお前ぐらいだで、バス釣り。釣りといえばバス釣りが 99% じゃん、うん、の割にバスを触りたがらないっていうのあなたぐらい。手が臭くなるって嫌がるやん。ここのバス臭くないから本当、うん、これ木さん、うん、ここのストラクチャーやばいよね。やばい。でもここ自然にこう石が崩れとるの、うん、自然にな、うん、ネイチャー、うん、ここついとるね、うん、ここついとるよね、ついとる、結構ここバスがついとる、うん、水深がねここね5メーターから7メーターみたいな感じ。ああ、深いな。まあ釣れるだよこれ。ここでかいの入ってるよね。でかいの入ってる。あれ台風で岩盤が崩れて6体になってて、うん、結構こういうとこ入るもんね。入るよでかいの。いやいい景色やね。いい景色やな。うん、これで釣れれば最高なんだけど。だな。ちょっとあそこワンドあるか打っていくか。あそこでかいの入ってない。おお、ワンドだ、ワンド。結構あの角入るよねあそこも。あそこでかいの出てるよね。実績あるもんねあそこの。実績あると思うよ。ね。あれ実績のポイントだよ。そうなんだよ。あそこに先端の岩があるじゃないですか。あそこがコオロギ岩っていうの。コオロギ岩。よし。コオロギみ。コオロギ岩。コオロギみたいな形してるんですよね。じっくり見るとあの岩が。であそこにオーバーハングっていうか台風の影響で巨木が倒れる。であの奥には必ずでかいのつきます。はい、水深18メートル。コオロギフィッシュ、うん、これ球子になってるからあの岩の先端に6がつくの。6が必ずいる。
来た、ついに来た。来た、ついに来た。来た。跳ねる、跳ねる。よし、バレる、バレる。でかい、でかい。バレた。でかった。まあまあだったな。跳ねたらバレると思ったんだけど、こうやってやったらバレた。バレたか。皆さん見てください。あ、このね、断崖絶壁、岬からの断崖絶壁からの浮き際。キグさん結構あそこ着くよね。おるね。おるよね、あれ。あそこはね、結構でかい。あそこ出るよね。あれ、ガーンと出るよ。出るよね。出る。出る出る。あの浮き際。出る。出るよ。着くよね、あそこ。出るよ。なあ。あそこおるな。おるよ。吹くよ、吹くよ。ついに来た、ついに来た、ついに来た、来た、よし、ついに来た、取る取る、焦りすぎ、焦る、焦る、焦る、ついに来たぞ、お前こいつか、これこれか、お前ちょっと待って、こいつだよ、探してたのさっきから。あらあし、こいつか、お前やっぱりお前カットテルのダウンショットに勝てるリグないが。ヒゲさんどうやったこれ。これやばいよ。こいつだろやっぱお前探しとったの。なあ。こいつやばいよ。このバスやばい。上げてみよう上に。これかお前。やばいだろ。探しとったやつは。やばいぞこいつは。とにかくやばい。やばくもないけど20ちょいだけどな。やばいって。でも釣れたなお前ついに。今日初バスか。もう昼だけど。どんどん出るぞ。やっぱダウンショット、これも帰ろうダウンショット。来た来た。来とる来とる。よしよし。うわ、やばいって。やばいやばいの来とるよまた。いや。うらうらうら。何を言い切っとるよお前。うら。このバス多いんだ。カットテールのこれか。カットテールだよ。うん、やるなお前。連発で。ついに来たか。カットテールのダウンショットだったらさっきボイルしとったのこいつか。30匹釣れる。こいつか、うん、はい。即興ダウンショットこんな形でこいつで自分をやってきます。やっぱあれだな、うん、ここの岩盤があるじゃん、うん、岩盤に追い込むやな。そうだよ、バスが追い込んでくるよ。この岩盤追い込み岩だな。追い込み岩ね。で追い込ませて捕食しとる。あ、お前カットテール色変えた、うん、何のために。いや、これが近くにあったから。さっきのやつは分かんない。してたん、うん、穴が開いたからいっぱい。また来たかお前。どれおーし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 、ナイス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 。おお、来た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 。うわ、でかいでかいでかい、今回でかい。開けるな、危ない。取った取った取った。取れ。お前、危ない。よっしゃ、ナイスやったなお前。折ったかやっぱり。どこでも折るんだ。どうぞどうぞ、これ持って持って。さすが菊池お前やるな。またかお前。カットテール釣れるぞ。ダウンショット。皆さん、あのカットテールっていうワンはものすごく釣れます。カットテールだけ食わせ能力ものすごい高いんだから。 あのダウンショットっていうか、これね見てもらったら分かるんだけど、俺なんか琵琶湖ばっか行くでしょね、うん、もう顔が違うんだよね琵琶湖のバスと。違う、これ四国のバス、うん、四国の顔してる。四国のリザーバーのバス、あのちょっと微妙にねヒラメっぽいっていうか、目が離れてるっていうか、そうそう、ちょっとだけね顔つきが違う。いいバスだね。お前サルト叩かれるよ。いいバス、いいバスだよ。愛情だからいいんだよ。これね、これがリザーバーです。リザーバー。ここリリースオッケー。ここオッケー。マジで。よっしゃ。オッケー。まあまあいいの釣れたなまた。うわ。またかお前。ちょっとあとサイズ出してみましょうよ、サイズをね。40、50、60と。カットテール使ってる間はなかなか大きいの。いや出る、大きいの出るよ。大きいの食う前に小さいの食っちゃうから。来た来た来た、バイズ神父。
バイドシュリンプ来たんか、お前。これはちょっとやばい。バイドシュリンプ来た。でかいんじゃないか、バイドシュリンプだ。わからん。でかいだろ、バイドシュリンプ。バイドシュリンプ来た。バラさ、おー、でかい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 。でかい。よし。でかい、バラすなよ、お前。おー、ドラグ出とる出とる出とる。バラすな、バラすな、お前。慎重に行けよ、慎重に。バイドシュリンプ。よしよしよし。来るな、バイドシュリンプ。来るよ。おー、でかいでかいでかい。やばい。50、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 50
ラインがね、ドーン走って追ったんだ。バイゼスインプ追ったんだ。お前ほらバスが追ったんだそこに。まあ今日俺最大かな。もう今日一番でかいね。ほらバイゼスインプやっぱ強いね。やったなお前。やっぱりサタンワームからこっち考えてよかった。サイズアップ。よっしゃ来た。でかい。いやでかくはないけどまあまあ。よしよし連発。うわっやっこのサイズか。カットテール。おる。おいい。30。お一緒やん。このサイズが多いな。ここアベレージがこんな感じ。やっぱリザーバーは結構いいね。おっしゃ今日5匹目。やっぱダムとかリザーバーの釣りだね今。よし、ね、こっち。もうでかくない。これでかい。食った食った食った。よし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 。これでかいぞ。マジでかいぞ。これでかいよ。おこれはでかい。おーしょ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 。おこれいいね。もうちょっと引きで取って、もうちょっと引きで引いて。よしよし出てこんやろ。ちょっと焦るなよ焦るなよ。およしよしよし。50はないと思うけど。50はないか。ああいやでかいでかいでかい。これちょっと50はない。40あるかも。おお40ある。40ある。さっき見たやつだ俺。これ40。ここ釣れるぞ。おーしおーでかいぞこれ。結構今回最大。よし今回最大これ。おお抜けるわ。よいしょ来た来たな。最大測っとく。最大だな今回。はい40来たぞ。ああバックリ丸飲み。40ジャストかな分かんない。ああちょっと測るか。いやいいサイズでしょ。ああ測るか。来たのはね不思議は、うん、やっぱバイゼスインプ書いた瞬間連発だわ。すごいな。これ入れ食い。入れ食いじゃんバイゼスインプ。しかもサイズアップ。おお丸のみ。あまた来た。また来た。あちょっと待って。カメラ壊れとるかなこれ。モザイクになった。30か。30な。モザイク。倒れたから。おおまた。これカメラ壊れとるっすよ。はい、カメラ直りました。直った。ちょっとやばいな。釣れ出したなちょっと。だいぶ分かってきたね。ああ。俺でも答え分かった。バスのいる場所が分かってきたんだよ。あの結局いろいろ言ったけど、ああバイゼスインプだけ投げとけ。他のまやかしだよ。カットテールも釣れるよ。だサイズを小さくしたかったらカットテール。バイゼスインプで 1.5 倍になる。サイズが。これガチだから。ここに関してやっぱりバイゼスインプハマるね。ハマったな。やっぱりね、5メーターより浅いとこは、全部バイゼスインプだけ。5メーターよりディープ深いとこは他にあるけど、5メーター未満はバイゼスインプだけ投げとけばいい。どこ行っても。釣れる。わかります皆さん。あそこにああなったら提灯ですね。ああいうの。ああやってバイゼスインプをこういうふうにやって。
下からドーン出ますね、あれドバーンと。バイシンプ来るぞ。お、来た、また、また来たの。うわ、また来てる。よし、いやー、また釣ったんかお前。カットテールで、まあ30、アベレージサイズ30だね、ここは。これアベレージだね、ここの。アベレージ、これ。しかもカットテールか、30弱ぐらいだけど。カットテール大体このサイズ。来たんかお前。来た。ちょっともっと引け。来たんかお前。ついにやったぞ。え？これってめちゃめちゃでかい。世界記録か。これ上がってくんのかこれお前。いや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 。やばいやばいやばい。これね、これバスだったら世界記録だ。危ないこれ。待て待て待て。危ない。これバスだったら世界記録だって。これバスなら世界記録。めちゃめちゃ重い。ライギョか。じゃもう上がってこんから。濃いか濃い。いや濃いじゃねえって、これ世界記録だって。マジか。危ないぞ危ないぞ。バスだったら世界記録。めちゃめちゃ重い。いやいや、もう上がらん上がらん。あ、出とる、ドラッグ出とる、出とる。いやいや、もうドラッグ。ドラッグ出とる。引いとる。引いとる、引いとる。引いとる。あー。竿が曲がってる、竿が。逃げた、バレた、バレた。寝掛かりやった。寝掛かりか。なんだお前。てか、あそこおらんかな。入れてこか、シャローから。おったら一発だもんな。おい、また釣った、お前また釣ったか。全然分かんなかったよ。ブルーフラット丸飲み、丸飲み、ダウンショットのブルーフラット。はあ、やったね。大きくないな、まあ、今までで一番小さい。ちっちゃい。あ、この壁大丈夫か。あ、この壁に追い詰めるところ、ゾイを狙ったんか、やっぱり。いや、なんで釣れたんか。やっぱりゾイか。ゾイじゃない、ゾイじゃないんか。真下真下、すぐ真下で、なんかおかしな動きしてんだ。勝手に釣れとったんか。釣れとった。結構壁際にゾイについてんじゃないかと思う。ゾイに、ヒルさん、このゾイにおるよ。ゾイにおるやろ。ゾイおるよ、このゾイ。ゾイな、このゾイいいよ。おるな。合言葉はゾイだよ。あそこにさ、山あるやん。あれなんていう山かわかる？知っとる？これに言わすんか。お、いや、やめとくわ。やめとく。あれは三角山っていうのよ。あれな、三角形の山で紅葉が綺麗でいいね。これろくな下ネタしか思い浮かばないからやめとくわ。ほんと。ゾイにおるな。ゾイおるよ。あっこに黒いのは六丸じゃねえかね。黒いのおるけど。岩陰だ。岩陰か。食った。俺食った。お、でかい、でかい。でかくない、でかくない。でかいか、バイトシリンプ。バイトシリンプ、一回転した。うわ。この貝はちょっと小さいぞ、サイズは。いや、だから数はいるかもね。で、この小バスを食いに来るデカバス、それ取ろうよ。ああ、それビッグベイト使わない。あそこのオーバーハングもついとるかもな。おるかな、あそこオーバーハング。あれおるぞ。おるか。ちょっと一旦投げて、これ見てみ。サンショウウオ。オオサンショウウオ。オオサンショウウオ。ナイスチョイス、ナイスチョイス。釣ったら分かる。それね、釣れたらね、釣れたらでかいよ。50らしい。本当に50が来る。しかもそういうの呼び寄せるんやって。ああそれいいよ、オオサンショウウオ。オオサンショウウオ釣れそうだね。でもマジで自分はバイジュシリンプばっかり。バイジュ陸地投げちゃった。陸地へ来た。でかい、オオサンショウウオ。でかいか、オオサンショウウオ。オオサンショウウオ。待て待て、食ったオオサンショウウオ。よし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 。40。あ、やっぱオオサンショウウオか。ちょっと待って、来たぞオオサンショウウオ。やっぱりオオサンショウウオしかないか。おい、おっしゃ、お前ジカリグ。ああ、オオサンショウウオ。オオサンショウウオって釣れるやん。釣れたの。しかもオオサンショウウオ追いかけて3頭目ぐらいだろ、うん、すぐやん。すぐ来た。やっぱお前
何でも釣れんだ。まあ35、まあまあ、ナイスさ、35ないか、まあまあです、30アップ。オオサンショウゴそれで50だよ。釣れるの、これ釣れると思う、釣れる、50釣れると思う、これは釣れるな。よっしゃ、このオーバーハングの下入れた瞬間パックリやろう。自分はね、バイジュシュリンプで攻めていきます。でかいのを食うだけだけど、オオサンショウゴやばいな、変えて3頭で一撃だよ。あれカットデーでは釣れない魚だわ。あれは釣れたらでかいよ、オオサンショウゴ。あれはだからカットテールじゃ釣れない魚、オオサンショウゴしか取れない。おお、あれやばいぞ、オオサンショウゴ取るからね。釣れた、釣れたぞ、オオサンショウゴ。またオオサンショウゴ乗った、オオサンショウゴ、うわ、またオオサンショウゴ乗った、乗った、乗った、あっ、オオサンショウゴ、まあまあ生きてるねこれ、はあ、来るじゃん、オオサンショウゴな、乗った、乗ったーとかちょっとちっちゃかったな。バイジン、これ何のベイトだろう、なんだと思う、すごい数だな、うん、すごいベイトの量なんだけど、何だろうな、ビルギルの子供、いや、シルエットがね細長いから、及川とかハスかな、バス、バスではないもんな、この時期。また来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 た、バイジンプ、バイジンプ来た、あ、バレた、まあ30ちょいだな、出ないか、結構来るね、ここね。どう、ちょっと当たんなくなってきたな。ああ今使ってるルアーがね、うん、スパイロンのジカリグ、うん、これはね、うん、大きいのも小さいのも全部拾っちゃうから。本当に、うん、釣れるよ、オオサンショウゴよりも、オオサンショウゴお前のお気に入りの、意外と釣れるよあれ、めちゃめちゃ釣れるよね、意外と釣れる、オオサンショウゴあれやばいわ、意外なほど釣れる、うん、やっぱ来たか、スパイロン、スパイロンものすごい来た、おお、全部拾っちゃうな、スパイロンは。でかいのから小さいのからねえ、うん、ちょっと小さいな、いいよ、でも今日2桁ぐらいいったかもしんないね、あ、小さいのばっかり。俺狙ってんのはね、うん、ランカーサイズ、でかいの釣ったよね、50だから、うん、でかいの欲しいね、うん、いや、でもまったりして気持ちいいね、もうこの景色はだいぶいい感じになってきたね、うん、終盤戦やな、もうあと2時間やれるけども、ゆっくり帰らなあかんからね、うん、ぼちぼちやっていかなきゃ、最後やるぞ、まだ50アップ出てない、50出さないと、景色いいね、最高だな、最高のロケーション、蝶々が飛んだり、これやっぱ秋で紅葉してる感じ、これ紅葉しててね、うん、今日風もないし、あ、そう ね、 ね、風もなくて、なんかもうすごい綺麗、昨日が紅葉してたから、なんか、あ、紅葉じゃねえや、風が強くてね、昨日風強かったから、やりにくかったけど、見る余裕もなかったけどね、これ紅葉いいで、いいよ、いいよね、いいな、おう、思わんか、思っとるよ、紅葉いいよね、紅葉は最高、紅葉見に行く、最後オオサンショウゴでも勝負せえ、俺もバイジュスリムって通してるから、ビッグバスになって、オオサンショウゴや、おー、あそこ行こうか、ラストはやっぱオオサンショウゴだろう、オオサンショウゴだね、あともう1時間しかできるんだろう、釣るぞ、オオサンショウゴ、クロック対応やってくれ、釣れたか、オオサンショウゴ、やっぱり釣れた、よ、よ、40、でっかい、よっしゃオオサンショウゴ、まあまあまあ、今ボイル連発だよね、ちょっと時間帯来たよ、オオサンショウゴの、オオサンショウゴするな、オオサンでかいよ、これこれはいい魚、今ボイル連発したんだよね、そこで、そ連発したとなったらオオサンショウゴだよ、動き出したとたん、ボート動き出したとたんじゃないか、オオサンショウゴ来たな、やめろ、お時間ない、ちょっとボイル連発するんで、この回は今ボイル連発する、ちょっとオオサンショウゴかけてくれ、これバイズスリンプ、バイズスリンプ、めちゃめちゃ釣れる。
来たか、山椒魚来た。何？何？ゆっくりやってごらん。たらましてみや、たらして。潜られたんだよ、でかいの。わかるやろ、お前。来たとか言ってもびっくりしたか。でかいとか言って。苦かりだ。